国鉄区5000系貨車は、日本国有鉄道が1966年から製作した貨車である。本校では本形式の試作車である区9000型と同時期に開発された区9100型についても述べる。工業製品としての乗用車を輸送するための車両で、1966年から1970年1973年に、 試作者からの返入を含めて932両が製作された。製造は日本車両製造と三菱重工業が担当している。国鉄による乗用車輸送は従来は自動車メーカーが所有する手術の私有化者で行われてきた。200にクレーンを必要とするシム1000型や回転式の荷台を備えたく300型など各自動車メーカーで 主事の仕様を持つ貨車が使用された。これらは特定車種専用で、搭載車のモデルチェンジごとに改造を必要としていた。また、私有貨車であったことから、必然的に片道は空車で返却する運用とせざるを得なかった。さらに二段に、自動車を積載する構造のものでは、昇降装置が複雑な点が問題となっていた。こうした問題点を解決するため、国鉄は、 積載車種を限定せず、汎用的に運用可能な車運車の開発を課題とした。1966年に試作車の空急線形2両が完成し、各種試験の成果を踏まえて量産された車両が各5線形である。各自動車メーカーの工場から全国の消費地、積出港へ乗用車を輸送する専用列車として運用され、 往復で異なるメーカーの車両を積載する運用も可能として輸送効率の向上に寄与することとなったが1970年代後半以降は輸送需要の減少、輸送体系の変化から多数の余剰車が発生し一部は多用途向きに改造された。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては64両が 日本貨物鉄道に承継され使用されたが、輸送体系変更のため1996年までに全車が除籍されている。1965年に国鉄はまず国鉄1万系貨車の一環として時速 110km 走行対応の車運車を計画した。これがシム1万系である。この時点ではまだ車運車の形式称号規定が改正されていないため、 大物車の一部として、シム形式となっていた。計画では、全長 22,200mm、全幅 2,800mm、全高 3,400mm、自長約20トン、荷重15トンで、TR203 台車を装備するものであった。自動車は 1,900cc 級なら8台、1,500cc 級なら10台、360cc 級なら12台を、 積載する計画であった。しかしあまりに長い車体で、台車中心間距離が長すぎて、信号保安設備に影響を与えることや、特定車種としか連結できなくなる可能性があることから、全国的に運用される予定の車種には不適当とされて、計画図面が作成されたのみで試作は行われなかった。シム1万系の計画をもとに、 さらに自動車メーカー各社の移行などを検討した上で、1966年3月に試作車空急線型が2両完成した。時速 110km 走行は取りやめられて、一般の特急貨物列車扱いで時速 85km 走行対応とされた。この間に車運車の記号として区が指定されたため、区形式になっている。車体の構造は、 あとの区5000型とほぼ同様である。試作者による試験が行われた上で、同年区5000型としての量産が決定された。試作者2両も区5000区5 0 0 1として区5000型に編入された。またこの2両を用いて、1966年7月6日から、プリンス自動車工業と三菱重工業の協力により、 東小金井カサデラで1日1両を相互に運行する試験が開始された。この結果を参考として、1966年10月ダイヤ改正から量産車による本格的な輸送が始められることになった。全長 2500mm、全幅 2920mm、全高 3300mm、自長約22トン、荷重12トンで、台車は 古希5500系コンテナ車で用いられた TR63 バイト型をもとに枕バネなどを本形式の軽過重に適用させた TR63C 型であるが後期の車両では軸受けを密布コロ軸受けに変更した TR222 型を用いているものがあるブレーキ装置は古希5500型と同一の方式の衛星魚弁を用いた AD 方式であったが途中から 通常の貨車と同じ計算導弁に戻された。本形式では、積載時と空車時の重量差が小さいため、積空切り替え機能は省略された。留置ブレーキは、車体側面下部に回転ハンドル式の手ブレーキを設けている。車体の塗装は、貨車としては派手な水路3号が採用されている。車体は、上段の荷台と下段の台枠等、 構成の支柱で結合したトラス構造で、支柱は片側6組である。上段の側面には、車体長いっぱいに手すりが設けられている。床面には、タイヤガイドレールが設けられており、従来の車運車が特定車種に合わせた幅であったものが、本形式では様々な車種に適合させるために、幅広のものとされた。またガイドレールの外側に、歩み板が設けられている。 つま面には、隣車との乗用車移動に用いる、跳ね上げ式の踏み板が、外からつま面に向かって、左側に上下段とも設けられた。これは、隣接車両に装備されている踏み板と組み合わせることで両側が、揃って車地を形成する構造である。自動車は 1200cc から1 9 0 0 c c 級なら8台、8 0 0 c c 1 0 0 0 c c 級なら10台。 360cc 級なら12台を積載する。これは、シム1万型での計画時点に比べて、1200cc から 1500cc 級の自動車の積載数が10台から8台に減少したことを意味する。自動車の禁定方式は、従来の車運車に比べて簡素なものとなり、タイヤガイドレールの脇に設けられた穴に禁定金具を差し込んで、 自動車のタイヤにかませることで、前後方向の移動を止められる程度のものとなった。このことから本形式は、取っ放し、禁止扱いとされている。この金定金具は、下半式で1両あたり48個が常備され、これを収める箱が、大枠横両部に設置されていた。金定金具は、当初重量1 1 8キログラムであったが、重くて、 不便との苦情から1973年に発展に、キログラムに軽量化されたものが開発されている。また上段での近定作業に便利なように、上段にも近定化なぐ収納箱を装備する改良が1967年後期製造車両から採用されており、それまでの車両もその後改造されて同様の仕様となった。二役方式は乗用車自身を走行させて、 積み下ろしを行う自走式が採用されている。発着拠点には積み下ろし用のスロープ設備が別ッ常備された。これは固定式のものと自走式のものがあった。固定式のものでは輸送基地に専用プラットフォームがあって、下段はプラットフォームから直接乗り込んでいた。上段については横から車路を移動させて据え付けるものと、 留置線末端に仕込まれた油圧式の機械により車両を昇降させる方式のものがあった。また、自走式はトラックに積み下ろし用の設備を搭載したもので航空機のタラップに似たものである。貨車のつまぶに接近して車両を止めてアウトリガーを展開し積み下ろし設備を展開することで自動車の積み下ろしができるようになる仕組みであった。当初は固定式が多かったが、 1968年から自走式である東急車両製造のアークマイナス -2 型が普及していった。これらの設備は国鉄所有となっていた。自動車輸送基地にはこうした200設備と自動車を留置しておくモータープールが必要とされたため、どこの貨物駅でも自動車輸送を取り扱えるというわけではなかった。輸送中には自動車を保護するために 自動車用シートが装着されていた。当初は、電化区間のみを運行することから、蒸気機関車の売煙の心配はないとされてシートは、装備せず、そのままの状態で運ぶ計画であった。しかしブレーキのセーリンゴから出る鉄粉やパンタグラフから、飛ぶ同粉などが自動車の車体に付着して、汚れたり傷がついたりするという問題が発生した。 暫定的に機関車と貨車の間に別な車両を挟むことで同粉の付着対策とし、1966年10月の本輸送開始時からシートの使用が開始された。このシートも国鉄所有で無害者におけるシートやロープと同じ扱いとされた。材質はビニロン、またはナイロンで、外側は小豆色で防火、防水加工をされていた。 このシートは車種ごとに製作され50種類以上が用いられていた。シートを収納する箱が区5 0 0型に用意されていたが、複雑なシートの運用が定められていたこともあって、区5 0 0系の空車返却とは別に有害者で輸送することも多かった。生産ロットによる変化をいか説明する。区9 0 0型から編入された区5000、区5 0 1であり、当初は、 自動車用シート格納箱を装備していなかった。初期量産車は1966年10月の本格運転開始に合わせて、区5003区5021として20両が投入された。自動車用シートを装着することになったため、シート格納箱を装備しており、これは試作車編入車にも後に改造で装備された。また大枠工作上の都合から、 下段のタイヤガイドレールの位置が高くなっている。二次量産車は運用拡大に伴って1967年9月までに空5022区5361の340両が製造された。シート格納箱の容量が拡大されている。ー5062以降は、成林後の鉄粉が吹き上がって自動車に付着するのを防ぐために、 下段床面の開放部を完全に塞ぐようになり、これはこれ以前の車両についても改造された。またブレーキ制御弁が計3同弁になった。3次量産車は1967年度後半から1968年にかけて区5362区5831の470両が製造された。下段のみだった金具収納箱を上段にも設置しており、 これは従来車にも改造で適用された。高さ方向の余裕を持たせるために下段のタイヤガイドがわずかに下げられている。これらの改造により時長が21.8トンから22.2トンに増加した。4次量産車は1970年度に三5 8 3五千9 0 1の70両が製造された。それまで台車は TR63C 型であったが、 これらの車両から TR-222 型に変更となった。円錐コロジク受けになり、また両、抱き式踏みずらブレーキが片押し式に簡素化された。5次量産車は空母線0 0系の最後の量産グループで、1973年度に空母1902区5931の30両が製造された。TR-222 系代車の中鉄製輪を 合成成林紙に変更した TR222A 型台車に変更されている。各量産車は上述しているように以後に登場した量産車の改良点を一部取り込んで改造されている。これ以外に4次量産車での TR222 系台車で導入された片押し、式ブレーキが良好であったために、それ以前の TR63C 型台車についても、 片押し、式ブレーキへの改造工事が半数ほどの車両に施行されて、形式が TR63CF 型になっている。国鉄分割民営化に伴って JR 貨物に承継された車両については、青と赤、または青、白、赤の塗装に変更され、後者はフランスの国旗にちなみ、トリコロールカラーと呼ばれた。これは、その当時区5000型で、 乗用車輸送を行っていた日産自動車のコーポレートカラーでもある。また1989年に日産自動車からインフィニティ Q45 が発売され、このトレッド幅が広いことから重量が上段のタイヤガイドを広げる改造工事を行い、上段側面に大型車検用と表示されている。クゴ1000型と 一般化車を並結した貨物列車試作車による1966年7月からの試験的な輸送を経て、同年10月のダイヤ改正から量産車による本格的な自動車輸送が開始された。荷主の自動車メーカーは日産自動車、三菱重工業に加えて、トヨタ自動車、ダイハツ工業、富士重工業、イスズ自動車である。 試験輸送時の東小金井笠寺に加えて6区間での輸送が開始され、このうち4区間は往復とも積車輸送であった。この時点では他の貨物列車に連結して1両から2両程度ずつの使用であった。1967年になると全国で急速に空港線型を使用した自動車輸送が普及していった。3月から空5線型のみで編成された自動車。 輸送専用特急貨物列車の運行も開始された。荷主自動車メーカーは、東洋工業、ホンダ技研工業、鈴木自動車工業、愛知機械工業が新たに参加して、国産自動車メーカーのすべてが鉄道輸送を行うようになった。1967年7月1日ダイヤ改正では、東北、北陸方面での輸送が開始されるとともに、 東京九州間では18両の19両編成での専用特急列車、アロー号が3往復運転を開始した。さらに10月にアロー号は1往復追加されている。12月には北海道でも輸送が開始され、この年だけで約25万台の自動車が区5000型によって輸送された。その後も区5000型による自動車輸送は増加を続けた。 1968年10月には1日17本の運行となった。1969年10月には区間別の専用運用から全国共通運用体制に切り替えられた。運転本数は増加を続け、1970年10月には28本となった。1972年時点では、アロー号は上下合わせて25本を数え、これから さらに軽装などにより、区間列車が運行されていた。この頃のアロー号は、最長20両編成で、末尾に、車掌車を連結していた。この年の自動車輸送台数は79万台に達し、これは、同年の日本国内自動車生産台数の30%となっている。これは、自動車工業自体が急速に成長していたことに、加え、 道路がまだ整備されておらずキャリアカーによる陸送体制が整わなかったことなどが理由としてある。自動車の輸送基地はメーカーの工場とディーラーへの距離を検討して設置された。運行開始時点では、籠原、大宮三沢、東、小金井、川崎東、横須賀、厚木、笠寺、下原、川西池田の9カ所であったが、1970年の 最大時には29箇所になっていた。特に、北のマ塚駅と笠寺駅の2箇所は、規模が大きいものであった。北のマ塚駅は建設中であった岡田線を、トヨタ自動車向けの自動車輸送用に、部分開業させて1970年に開設された、もので、1万台分のモータープールがあり、1日10往復で、貨車140両により、自動車1300台を扱っていた。 また、岩波駅のように駅から分岐する専用線で関東自動車工業東富士工場に乗り入れるものもあった。ところが、1973年以降は一転して輸送量は減少することになった。これは相次ぐストライキによる輸送障害と国鉄の貨物運賃の繰り返しの値上げが大きな原因となっている。これにより自動車メーカー各社は 自動車専用線やキャリアカーによる輸送にシフトしていった。結果的に昭和48年度増備車は全く無駄なものとなってしまった。昭和50年代に入ると利用の減った列車は運転が廃止されるとともにある程度輸送量のある区間については列車単位での割引での利用獲得が行われた。1978年10月から 日産自動車栃木工場で製造される輸出用自動車を港に運ぶ専用列車、日産号が宇都宮貨物ターミナル駅本木不頭駅間で運転を開始した。しかし1984年には専用列車は3往復まで減少し、翌1985年3月ダイヤ改正で一旦日本における自動車の鉄道輸送は全廃された。ところが、 1986年5月に日産号の運転が再開し、これは JR 貨物への移行後まで運転されることになった。JR 移行後は1989年に誕生した北米市場向けブランドインフィニティの輸送などがメインとなっていった。1987年の国鉄分割民営化に伴い JR 貨物に64両が承継された。後に、 日本国有鉄道生産事業団から廃車になったが、まだ解体されていなかった本形式29両を購入整備し、合計93両を所有した。これらはブレーキ装置の片押し式への改造が行われた車両のみから選ばれている。JR 貨物においては、日産自動車栃木工場にて生産された乗用車を、本木ふ頭をはじめ各地に輸送する運用に用いた。 さらに一時期はこれ以外の工場からの輸送も行われ、輸送先は全国に広がった。しかし、輸送需要の消滅、コンテナ化により1995年からは、コンテナ車やタンク車などに並結した運行となり、1996年3月に本形式での運用を終了した。九五千型はメーカーで製造された新車を輸出工や販売先へ輸送するのが、 本来の目的の車両であるが、国鉄時代と JR になってからのそれぞれ1回ずつ、一般からの自動車を搭載して、目的地へ輸送するカートレインとしての運行を行ったことがある。1967年10月24日から1970年9月28日まで、新宿駅と梅高寺駅の間で、オートエクスプレスの運行を行った。 梅高寺駅からは京都駅までの自動車回送サービスがあった。城下とも夜行で1日1両が貨物列車に並結で運転された。旅客はこの間を新幹線などで移動することが前提で有効な乗車券を所有している必要があった。当時片道6700円、往復12000円で輸送していた。当初は好調であったが、 東名高速道路の開通の影響などを受けて廃止となった。民営化直後の1987年から1989年にかけて、各期に期間を限定して JR 貨物がマイカーフレートの運行を行った。運行区間は田端三沢駅から東青森駅、姫路駅、金沢駅、東広島駅などで都市によって異なっていた。 一日一両が運行されていたが、実績が振るわずに廃止された。昭和50年代から、輸送需要の急速な減少により、余剰者が多数発生したが、そのまま留置された状態であった。これは会計検査員にし、1985年から1986年にかけて一挙に除籍が進み、64両となって、JR 貨物に承継された。一部が、 日産合用に復活したが、1996年に最後の5両が廃車となって、形式消滅した。余剰となった区5000系のうち、1981年から1983年にかけて合計155両分の台車が石炭車石8000、型へ流用された。TR63C 型、TR63CF 型を、 石炭車の重量に対応する改造を行って TR63G 型としている。また1986年からピギーバック輸送用車運車で歩くむ8万型への台車流用も行われている。久保1902が宇都宮貨物ターミナル駅に非公開状態で保存されていたが2011年6月に中川清流鉄道保存会に譲渡され公開保存されている。 区の形式を持つ唯一の現存車両である。区五千型による自動車。1967年3月に日立製作所で一両が製造された。この車両は極めて特殊なもので三軸車でありしかも車体が中央部分で分割された連接車であった。連接三軸車は日本の貨車ではこの形式が唯一である。しかしこの形態の車運車は ヨーロッパでは極めて一般的なものである。全長 21840mm、全幅 2920mm、全高 3099mm で自長は18.5トン、荷重は12トンで軽 c 制御弁の自動空気ブレーキと手ブレーキを備えていた。走り装置は2段リンク式であるが、通常とはバネの反りが逆向きになった特殊なものであった。 また背の高い車を乗せる、都合上通常より小さな半径 790mm の車輪を装備していた。三軸車のため中間車軸の案内装置が組み込まれている。この走り装置で空母線型と同様に時速 85km 運転を行うことが計画されていた。三軸連接構造を利用して車体長が長くなったため、 シム1万型で計画されたように 1200cc から 1500cc 級の自動車の積載数が10台に戻った。1段に5台の自動車を搭載すると中央の自動車は連接部分にかかってしまいカーブ走行中に車体がこの部分で屈折することに対応する必要がある。このことから中間部には中間2台が設けられていた。これ以外の仕様はタイヤガイド 金底金具、バタリータ、シート格納箱など、ほぼく五千型に準じている。1967年5月17日に、カーブの多い中央再線で空車時と自動車重大積載時の、両方での走行実験が行われた。しかし結局実用化は行われず、四三島に伴う時速65キロメートル制限を示す、路指定を受けて、西名古屋港駅で放置された。 1976年度に廃車されたが、実際に解体されたのは1983年2月である。ありがとうございます。